はい、新大城までさ。こんにちは、新です。今日の動画ですね、PSP の紹介をしたいと思います。はい、3000ですけども。1000ではありません、3000です、うん。はい、このケースです。に入ってます。はい、裏。うん、なんか、ね、僕の PSP はですね、これです。なんかこの限定版の PSP です。はい。結構いいです。で、裏がこのやつです。はい。うん。まあ結構限定版なんで結構嬉しいですね。はい。うん、まあだいぶ前に買った。で、カセットが。スーパークライマックスヒーローズ。で、この中にプロ野球スピリッツの1013が入ってます。と、AKB149 分の1。と、最後、これ。メモリースティック。149分の1のメモリースティック。そして、それから、これで、うん、PSP に音が漏れないようにとかと思って聞いてます。音楽は入ってますね、これは別に。うん、結構 PSP って機能が結構ありまして、ビデオモード、ミュージックモード、写真モード、で、カスタムテーマが入れられるという感じです。やっぱりね、PSP も他にも機能がありまして、PSP に、うん、その、チューナー、そのワンセグチューナーを買えば、PSP でテレビが楽しめて、PSP のナビを、の中、専用カセットとかを購入しれば、ナビとかもできます。色と技術が変わってきて、まあ、新しいね、ゲームも発売していくと思います、PSP でも。皆さんもね、PSP を購入して、見てみてください。はい。ね、画面を開き、僕はですね、カスタムテーマ、ももクロをね、入れてます。ももクロと仮面ライダー、ウィザードと、SK48 のカスタムが入ってます、やっぱり面白いですよ PSP、本当にね面白いゲームがいっぱい。あともう一個はテレビゲームなんですけども、プレイステーション2もあります。はい、まあ僕はこうプレイステーション2つしか今持ってないんですよ、自分のゲームが。なのでね、今度なんか Wii U も結構欲しいですね。自分の Wii U もいいんですけど、ビータもやっぱ欲しいです、ビータといえばちょっと待って、ビータもちょっと紹介しますね。ビータ前もらってきたんですよ、近くの書店で。ビータこういったパンフレット、これがやっぱ Wii U よりもこっちまず買いたいですね、ビータを。なのでよろしくお願いします。はい、ということで今日の動画ですね、PSP の紹介でした。以上、新大城でした。ありがとうございました。